はい、注目2回戦のコーナーです。週刊ギャップの野田です。松永です。はい、まあ2歳重賞が、北海道と小倉で2つ組まれておりまして、はいはい、まずはまあ先々へというところでは札幌に対して X の注目が集まるとは思いますけれども、どうなんでしょう。正直なんだっていうあれがいない気もしなくもないんですけれどもね。やっぱりね、注目度的には、アラバスタ、まあ鉄塔はね、鉄塔とかその辺を考えるとアラバスタがまあ人気を集めることになりそうな感じではあるんですけどね。なんだかんだ言って走ってくる鉄塔ですからね。そうですね。まあ結構ピリッとしない印象はあったんですけど、やっぱり競馬に行って走るのが、鉄塔なのかなと。いうところは見せましたね。まだまだ楽でしたからね。まあ一回使った上積みは大きそうな感じもありますし、はい。その他で何か気になる前。いや、僕はもうね、アフターダークっていうのはね、もう調教師からハービンジャーよりもワークフォースはすごい分かりやすい手間なんじゃないかと。なるほど。超一流になる可能性もあるという。話を聞いてるぐらいで、まあ、アフターダーク、この馬自身も、まあ、初戦もね、まあ、ほんまに楽々な競馬で、これだけ突き放してて、まさかそこまで動くことが思わなかったって、驚いてるぐらいなんですけど、なんかこれちょっと、助手、ジョッキー含めて、乗った人みんなが、不思議な乗り味っていう、なんか普段は全然もう、ちょっと違和感があるぐらい の、歩きなんですけども、スピードに乗った時も、これがものすごいらしいんですよ。まあまだ緩いってことなんでしょうね。だからそういう意味ではね、まあ、2歳のプロ時期なんで、まあ、今回はどうやら福永騎手に乗り換わるということで、まあ、勝負をかけてきているような雰囲気もありますんでね。まあ、あとはコスモス賞、まあ、一応前哨戦ということでラブ&ポップが、中京で勝ってきて距離延長もこなして勝ってきたわけですけれども、まあ素質素材的にはやっぱり新馬勝った馬の方が上なのかなというところもありつつ、まあ、さっきはコースは新種馬でしたけど、まあ、ビクトアルピサタンクのスパークリングジョイとか、あとはまあアラバスターとかね、ハービンジャーさんとのプロフェットとか、はい、まあ須貝牛舎のアドマイヤーエイカンなんていうのもね、人気になりそうなイメージもありますしね、はい、ちょっと前、まあアラバスターを中心にこの他の馬たちが、まあ、どたり走るのかというところを見るレースかなと思います。はい、それからここら2歳ステークスですね。まあ、まあこちらはまあ、普通に考えれば能力人気は主事、ね、2002勝ということになりますけど、専用戦力を使ってね、あえてこのね使い方がまあね来たっていうのはね、まあ小倉にかける意気込みの強い走り口調教師らしいといえば、そういうローテーションですけれどもね、まあ、普通ならまああっさり勝つでしょうけど、そうですね、まあ、お兄ちゃんの妻のレオンはね、千里で優勝勝った、小倉北九州県か、快速ですからね、まあ、タイプは全然違う感じも、ね、こっちは行く馬ですからね、相手はどうでしょう。まあね、フェニックス賞勝った高齢テーマっていうのもね、まあスピードは梶本彩もね、意外と芝で走るんですよね梶本彩さんもね不思議でしょうけどね、不思議でしょうね本人も走ったかもしれませんね、もしかしたらね、まあ、ちょっと注目してるのはサイモンゼですね、これね、追い切りでもね、ほんまに楽々ね、ハンドで上がってくるんでね、梅田調教師もかなり勝ってる馬なんで、能力を、同じね、こう、シューズと同じ金車さんの関さんで、まあ1分9秒台ね、フェニックスのさっきも1分9秒3ですからね、このまま2戦目の時計は1分9秒台ということで、まあ、時計面は評価できる、最後、まあ、あと秀司と物差しにすれば初戦で2着だった
ザ・レッドカーペットというのが、2戦目できっちりと勝ち上がってきたというところで、まあ、このあたりも故障かなと。まあ、毎度のことですけど、まあ、先人で逃げて勝ってきたばっかりなんでね、前回というのにガラッと変わる、去年のオーミアリスみたいなケースもありますんで、後ろからね、まあ、前回とかワグジュンとか、いろんなことが、引っかかってくるかなと思います。はい、はい、それから、新馬を軽く言ってみましょうか。とりあえず、まあ、新潟でどうぞ注目は、まあ、相沢厩舎2頭で、はいはい、どちらもあのオークス馬の孫と娘と、そうですね、うん、目の前は一族で、はい、でなんかね、タマワイドベガは娘では今までで一番のって、ね、そうですね、言ってるぐらいなんで、うん、まあ、1008になりますけど、うん、まあ、シュートラブルの方も ね追い切りではね、いい方もしてるし、はい、うん、スピードはこっちの方が、ね、ありそうなんでね、うん、どっちも走ると言ってましたね、はい、あとはいろんな意味で注目はあれじゃないですか、未来へのサインじゃないですか、あ、これはね触れといた方がいい気がするんですけど、はい、もう武藤厩舎一押しの、はい、ね、お疲れさんの、はい、あやみちゃんの、はい、まあ、曲の名前から来てるんです、そうらしいですねもうこれだけでももうね、先生の力の入れ具合が、はい、本人でも調教が乗って絶賛してました、絶賛してて、先週だって、先々週だったんですね、うん、あの自分が乗ってこんだけ調子悪くて動いてびっくりした、うん、こちらでもね、はい、初戦からその向こうもね、そしてあったんですけど、うん、ね、走るかもしれません、うん、ということで、はい、注目したいところですね、はい、はい、そのあたりに注目していきたいと思います、はい、はい。